江南の乱塾。画像は帰り道が描いた、半季祭や円図。五代十国南島の後処理行時代の宮廷の優雅な様子が忍ばれる。世界の宝石、コルドバ。画像は、コルドバにあるメスキータの円柱の森。十世紀末までに、歴代の後、ウマイカリフによって改築が続けられ今ある、姿となった。ノルマンディ公ロロ。もとは、 北欧のバイキングの指導者であったが、西フランク王からセーヌ川川口の領土を分与され、定着した。彼の直系子孫に、ノルマン朝初代のイングランド王ウィリアム一世がおり、この血脈は、現在のイギリス王室にまでつながっている。画像は、ルーアン氏協議に迎えられるロロ。10世紀とは、西暦901年から西暦1000年までの100年間を指す世紀。 千年期における最後の世紀である、清領土の落雷事件。この落雷は、正体の変で、太宰府に流された、菅原道真の怨霊によるものと恐れられ、道真は、北の天魔宮の祭人となった。画像は、北の天神園にえまき、上平天行の乱。平安系での清掃をよそに、地方では、在地領主となった行進や、その他の門流が勢力を拡大していた。 平野正門や藤原住友の反乱もその現れであったが、反乱は鎮圧された。画像は東京大手町にある平野正門の首塚、平安系と物の家。平安系の統治機構が主観するとともに、度重なる天才や薬病に疲弊した人々は、その原因となる物の家を一層恐れるようになり、火事疑や、 音陽道に基づく物意味や方互いを重視するようになった。画像は、音陽師安倍の生命の薬病神部区を描く、泣き不動園義巻。金文字の誕生。日本独特の美意識の発展とともに金文字が成立し、和洋の書が生まれた。画像は、万葉仮名から平仮名へと移行する段階の総仮名で書かれた、秋葉木町で、尾の東風によるものと伝わる。 キッタン人の身長。ウイグル帝国の崩壊や、東欧朝滅亡後の混乱で、内陸アジアで勢力を拡大したのが、モンゴル系のキッタン人であった。その後、五代から宋にかけての下北政権を威圧し、国政を整えることになる。画像は、キッタン人を描いた、個人質量図。宋の建国。唐の滅亡以後、半世紀にわたる五代十国の混乱にあった。 中国も、蝶教員が、宋の初代皇帝大祖として即位するに及び安定した時代を迎えた。画像は、台北国立古宮博物院肖像の大祖、蝶教員の肖像。マケドニア蝶ルネサンス。画像はキリストから加冠される皇帝コンスタンティノス7世の、造下彫刻。東ローマ帝国では、古典研究が、盛んになり、この皇帝自ら、 著作、儀式について、帝国統治についてを残している。アトスさん。この時期に、東ローマ皇帝の庇護を受けて、アトスの修道生活が展開した。画像は最も古いメギスティラブラ修道院の、教会入り口から望む、アトスのアタナシウスに植えられたとされる樹齢千年、以上の糸すぎ。成功を裏切り見る一世への洗礼。東ローマ王女アンナとの結婚を機に洗礼を受け。 キリスト教に改修し、ロシア・ウクライナ史に大きな影響を与えた。画像は、キエフの聖ウラ・ディー・ミル大聖堂にあるビクトル・バス・ネツフの壁画。神聖ローマ帝国の成立。オットン一世が皇帝となり、以後代々のドイツ王が神聖ローマ皇帝位を占めることになった。画像はこの世紀に作られた神聖ローマ帝国の帝冠。紀元1000年のヨーロッパ。 新しい世紀の到来は期待と不安が混じったものだった。画像は950年代に描かれたスペインのサンミジャン修道院のベアトゥス、目視録仲介写本、マジャール人の定着。遊牧民族マジャール人もパンロニア平原に定着し、紀元1000年にはキリスト教を授容してハンガリー王国を成立させている。画像はハンガリー初代国王イストバーン・ミッセイが、 ジュラの街を制圧したことを描く14世紀の年代記の挿絵。イェリング・フンボ群。デンマークのハーラル、アオハオが、キリスト教への改修したことを記念して、ルーン文字で刻まれた石碑である。ケルト十字架。バイキングの襲撃も一段落した。この世紀、パラの王を中心に、アイルランド復興が進められた。画像は、モナスターボイス修道院以降で、 アイルランド特有のハイクロスと呼ばれるケルト十字架が今もそびえている。チチェン遺跡。マヤ文明を代表する遺跡で8世紀までに衰退した後に10世紀に改めて盛んに建設が行われた。画像はククルカンの東部彫刻が付随した金星の台座でその先にはエルカスティー城を眺めることができる。主観文化。 ペルー北岸に発展した文化で10世紀から11世紀にはバタングランデを中心に金属工芸や織物の産業が組織化されていた。画像はこの文化を代表する罪と呼ばれる儀式用の刀剣アズハル大学ファーティマ朝時代にカイロのアズハルモスク付属大学として設置された世界で最も古い大学であるブワイフ朝の統治、バグダードを制圧すると 水星のアッパース朝を組み込みイラン・イラクを支配下に置いた。画像は、ブワイフ朝時代のイランで作られた陶器。サーマン朝の発展。この王朝の時代に、東方イスラム世界でのペルシア文化の復興が進んだ。画像は、ブハラにある中央アジア最古の建造物、イスマーイール・サーマーニー病。長羅長芸術の最盛期。画像はこの時代を代表する、 武闘の王ナタラージャとしての芝神臓。プランバナン寺院軍。ジャワ島で繁栄したコマタラム王国のバリトゥン王時代に着工され、続く王、ダクサによって完成を見たヒンドゥー教の大寺院。東五代十国北総喫官朝鮮日本元、常本サーマーン朝、カラハン朝ガズナーサブワイフ朝、ファーティマーサート、ウマイヤ朝学者。 詩人フランス王国新生ローマ帝国イタリア東、ローマ帝国東欧北欧アイスランド注釈出店。ありがとうございます。